どうも皆さんこんにちは、わっきーです。さあ、今日はですね、神奈川県は藤沢にやってきておりまして、このチャンネルで何度かご紹介しているタイのジャーナリストのエンディ、なんでもね、めちゃくちゃ美味しいチーズケーキとステーキのお店があるということで、いつもはね、わっきー美味しいタイ料理があるから行こうよっていう連絡が来るんですけど、今日に限ってはチーズケーキとステーキ食べ行こうよっていう連絡だったんですよ。まあもうね、エンディとはね5年ぐらいのお付き合いなんですけど、今回こういった連絡来たの初めてだったんで、まあ、どんな料理なのかなということでね、ちょっと今向かってるんですけども、で今藤沢駅南口出て、またずっと南に歩いてってるんですけど、1軒目のお店がチャップストックっていう名前だったかな。あ、お店ありました、こちらです。もう早速チーズケーキがある。あ、でちゃんとタイ料理ありますね。タイ料理チャップストックガーデンさんで、ちなみにこのチャンネルでタイレストラン過去に結構紹介してるんですけど、見てる視聴者さんが男性の方が多いので、タイ料理はねそんなに興味ないなっていう人正直いるかなと思うんですよ。で実際に自分も何年か前はタイ料理全く興味なかったんですけど、これがね食べてみたらねハマっちゃったりするわけですよ。まあ、定番なのがこのグリーンカレー、これはみんな知ってるじゃないですか。であとはあのガパオとか、だこの辺になるとねちょっとわからない人多いかもしれないけどね、このパッタイとかトムヤムフォーっていうのがあった。トムヤムクンっていうのはねタイ料理でよくありますけど、フォーはベトナムの米の麺だと思うんですけど。どうもエンディです、ご無沙汰してますあれ、ありがとうございます。ワッキー TV の T シャツ着ていただいてて、寝る時も毎晩着てるからいやそれないでしょっていうかエンディ、なんで今日はタイレストランはタイレストランなんですけど、チーズケーキ教えてくれたんですか？もちろんタイ料理が美味しいのは当たり前、はい、でその中でカフェメニューとしてチーズケーキがあるんだけれども、はい、ケーキ屋さんに負けないぐらいのクオリティなわけですよ。そうですか今の時代でね、大谷翔平さん、はいはいはい、二刀流でしょ、はいはい、これがまさにねタイ料理とケーキ屋の二刀流なんですよ、はい、てかエンディちょっと引いてもいいですか？歩道ですごい熱弁してるんですけど傍から見たらその怪しい人ですちなみに店内なんですけど、おしゃれなんですよね、まあ、テーブル席メインでカウンターはないですね。で卓上にタイ料理ならではのこういった調味料、それからアルコール。あ、このテラス席いいな。鈴木さん、鈴木さん、鈴木静香さんがこちらのチャップストックガーデンさんでチーズケーキを作ってらっしゃると。ああ、そうですか。4種類もある。あ、チーズケーキ4種類あるんですか？あれ表にあるやつじゃないんですか？ あれと他にも3種類あるんですか？あ、はじめまして。はじめまして。店長の児玉さんです。よろしくお願いします。お願いします。お店がもう、移転前と合わせて、もう6年、7年ぐらいやってるということで。はい、で、タイ料理は、児玉さんが作られるんですか？そうですね。珍しいですね、エンディ。タイ人が、よく結構作るじゃないですか、うん、厨房で。うん、でも、児玉さんは、純日本人なんで。純日本人。で、おすすめは、何ですか？おすすめは、グリーンカレー。グリーンカレー、定番ですね。そうですね。僕、最初にお店出すときは、グリーンカレー1本でオープンしてるんで。え？そうなんですか？そうです。ってことじゃ、もうグリーンカレー専門店っていう。言ってもいいぐらいで最初始めてるんで、はい。いや、あとこの前のレッドも良かったですよね。ああ、はい。あれとかと、レッドカレーも。はい、全部チキンですか？エビの炒め物なんですけど。へぇレッドカレーで炒めてる炒め物があるんです。めちゃくちゃ。ようやく台風が過ぎ去ったんで、ね、めちゃくちゃいい天気ですね。メニューいろいろあるんですけど、店長の児玉さんに聞きましたら、やっぱりグリーンカレーが普通のグリーンカレーじゃないみたいです。まず水を一切使わない、それから100年の歴史のあるレシピを継承してグリーンカレー出してるそうです。でこのレシピを持ってお店をやってるところがそんなに多くないみたいですね。でメニューにもこういった形で説明が書いてあります。グリーンカレー、あ、水を一切使わず濃厚に仕上げたグリーンカレー。ガパオガイ、ガイって鳥ですよね。鳥ってことはこれは豚じゃなくて鳥を使ったガパオなんですね。
で、パッタイと、美味しそうだね、パッタイこれ。それからタイ風エビチリで、トムヤムフォーとなってます。メニューはそんなに多くないですね。だいたいタイレストランってメニューがもう70、80とか100種類とかってあるじゃないですか、うん、ここはもうギュッと絞られて、うん、あれ今日ってあれですよね、もう一軒次行くんですよ、ね、あのステーキですよねステーキということで、チャップストックガーデンさんのグリーンカレー、結構具だくさんですね。ナスがゴロゴロ入ってる。グリーンカレーは美味しいの分かってるから、はい、ちょっとあ、そうですか、もらうぐらいで。エンディ前食べてますもんね。事前にリサーチしないとさ、ワッキー TV 呼べないじゃんいや、そんなことないですよ。そうだよ。うわ、もうなんか濃厚なのが分かるな。濃厚濃厚。もうさ、緑と赤のさ、色合いがいいよね。これ、タケノコも入ってますね。そう。うわ、美味しそう。じゃあ、いただきます。めっちゃ濃厚じゃないですかこれ。濃厚だね。あ、後から辛みがどんどんくる。うまいっすね。タケノコもシャキシャキでさ、うん、これココナッツミルクも結構濃厚ですもんね、うん、濃厚濃厚。うんうん、これ藤沢で食べられるんですね。そう、タイ100年のレシピだね。うん、ちょ、パクチーも違って。うんうん、これはまさにアロイ出ちゃいました。アロイが出ちゃったね。あのアロイは日本語で直すとうまいということです。美味しいと。あとね、ほのかにココナッツミルクのね、甘さが口をね襲ってくるのもまたいいですね。これ襲ってくるんですか。もうご飯がまた進みます、この甘さで。やるからチーズがいっぱい。いや、これはあのタイ料理大好きな女性はもちろんなんですけど、タイ料理知らないとか食べたことない男性の方もねハマると思います。あと初めての料理ってあれですもんね、最初美味しくないとその後食べたくなくなっちゃうじゃないですか。そうだね。だ、初めて出会う料理って結構最初が肝心ですよね。男性がやっぱり美味しいタイ料理屋さんを知ってるってことが大事で、女性をね、うん、案内できるもんね。そうですね。そして次はね、タイ風エビチリ。うわー、うまそうだな。うわー、エビ来ちゃったね。塊のところ。タイ米うまそう。これご飯めっちゃ進めそうだな。進んじゃう、進んじゃう。あとエビが。うわー、すごいね。何ですかこれは。エビがブリンブリンで歯が押し返されるぐらいの弾力、あとヤングコーンのほのかな甘みと食感、あとこのルーが結構これ魚介のなんか旨味というか出汁が出てるというか、ね、これ美味しいですね、うん、そんなに辛くないの。だからさ、すぐにねもう白いご飯を言いたくなっちゃうんだね、うん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 、でもこれはあのグリーンカレーよりは辛くないですね、うん、意外とエビチリだからこっちの方が辛いかなと思ったけど、さっきのグリーンカレーはナスがみずみずしかったんですけど、こっちはアスパラが効いてますね。うん、エビが1個こんなですからね、めっちゃでかい。まさにこれエビチリっていうね、こう料理名にね、うん、ふさわしいよね、うん、ペロリといけちゃうの。うん、なんか中毒性があるっていうか、うん、この味はこのお店でしか食べられないと思いますよね、うん、だって他ないですもんねこれ、ここに。ないな。うん、うんうんうん、ラムレーズンとクルミが入ったチーズケーキで、これはメープルシロップがかかってるんですね。ゴルゴンゾーラのチーズケーキで、これ上が蜂蜜ですね。あ、これはスタンダードのチーズケーキ。山形の岩塩パンプキンチーズケーキ。しかもこのなんかタレ感がまたいいっすよ。すごいアートだよ。すごいな。僕こういうの詳しくないですけど、これ飾りですよ。これ食べれないですか。ケーキ4つ注文しちゃったんですねまあ今日は自分はもうこれを食べにやってきましたんで藤沢まで。あ、結構サッと切れる感じですね。断面はこんな感じです。北海道のルタオのドゥーブルフロマージュっていうチーズケーキ大好きなんですけど、うん、それよりこっちの方が美味しいかもしれないです。あらもしかしたらルタオを超えたかもしれないです。超えちゃった。いや、てかチーズケーキすげえうまいですね。クルミの食感すごいよ、うん、誕生日とクリスマスが同時にしちゃった感じどういう意味なのかちょっと分かりませんけどね。で、ここにちょこっとこの塩をつけて、うんうん、これでまたチーズの甘みが増すのかな、うん、
あ、うん、塩と一緒に食べたら美味しい。チーズケーキの甘さを引き立たせる、うん、ちょっと一言いいですか、はい、これ野郎二人がこの狭い画角に入ってる絵が何とも言えないですねこれ大丈夫ですか今日大丈夫大丈夫いいですか。いいよ、一番いいところ。俺もレーズン大好きなんで。うわ、いただきます。あ、うまい。あ、くるみいいですね。そう、くるみがいい、うん、あれ、これなんかそんなにお酒感はないですね、うん、ちょっと大人のチーズケーキですね。甘くないカフェラテがいい。うん、いやでもなんか本当久々に今日エンディに会ったんで、うん、半年ぶりですか。でこうやって藤沢のテラス席でこうやって2人でカフェラテ飲んで黄昏れてるって、これどうなんですかこれこちらはね、ゴルゴンゾーラのチーズケーキに蜂蜜がかかっている。さあ、なんか下になんだこれ。うん、よりチーズ感が増してて、これエンディ好きじゃないですかエンディってよく海外行くとチーズばっか食べてるじゃないですか。そうそうそう、これね、チーズケーキとゴルゴンゾーラをくっつけるのが難しいんだって、うん、見たですね、うん、これあの飛行機の中で食べたいですよね、うん、エンディお得意のアナカ大航空ですか涙が出て美味しさ。レーズンとクルミが下に入ってる。うん、すんごい滑らかです、これ初めて食べたこんなパンプキンケーキ。これも大人のケーキって感じしますねなんかレーズンとくるみが入ったら全部大人のケーキってなってますということでございまして、富士山にありますチャップストックガーデンさん、富士沢駅の南口出て歩いてもう 2,3 分の場所になります。タイ料理を食べたことない方とか、グリーンカレーすごい好きな方とか、あとチーズケーキめちゃくちゃうまいんで、普通にあのカフェ利用でもいいと思います。ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。で次はですね、大和の方に行きます。そっちでステーキを食べていきたいと思います。それではまたね。エンディがおすすめするステーキ屋さん、ステーキ屋のビーフシチュー、メガスステーキ、男飯もある。男性客、女性客も。え、そうなんですか。うわー、すごい。これ US さんですよね。めっちゃ柔らかいですね。